ホアシアンウゾウのダーを石筆ポン僕が、アワホアシアンウ明治17年6月9日は、幕末から明治時代に活躍した文人画家である。田野村畜伝の皇帝。日本最後期の文人画家の一人。陽名は、熊太郎の地、陽平、イミナワ、エン、ジオ、松室大、アンズーのほか鶴城、長州、反能などとこうした。文語の人。 文後国を置いた軍の継村の庄屋の四男として生まれる。保足家は江戸家を通じて薄木藩公自仕組みの大昭屋を務めた領内でも有数の豪農で昭屋としての公務の傍ら造修行で加算を成した。父東堂と長兄は徘徊をたしなみ諸賀の修造家で知られ、居宅に田野村築伝がたびたび出入りしていた。安通はこのような芸文的な雰囲気の中で育ち、 十五歳の時に、武田の画塾武田荘に入門。計画は、広瀬丹荘の管理園の門戸を叩き、ホアシバンビにも学んだ。十九歳の時同門の高橋草壺と大阪に、赴き、翌年には上落。不春館を構え、篠田野村築田のほか、第三陽、篠崎小竹、浦上春金らと交友。天保元年、歳の時武田に伴われて、 京都から、武前の雲海内含むを訪ね、牧畜図を指南された。翌年3月頃に、京都の石小石元随のよう拙ないに偶居。ヌきな海翼や岡田藩校、中林畜道らと出会う。7月には一旦帰国。翌年6月、大阪で、下桁が死没。天保9年、九州各地を有歴し、長崎では、鉄、王祖門、木下五雲、 来白新人の陳一修羅とが論を交えた。安通は、表だって国事に奔走することはなかったが、安通の老いにあたる勤労の死死で後に、初代岩手県知事となる、島伊勢や美の大垣藩家老のおばら鉄心など、尊老上位思想を持つ人物と交流した。70歳の冬に右目を失明するも画策を続け75歳で、没した。門邸に、小栗布だけがいる。 ズーの影響を受けた画人は多く、大分の文人画の盛況に貢献した。武田の画風を徹底的に習い、その上で、元松四大家の黄金餅や民のトートラや雪派の作品に司法し、50歳以降に宮衣に満ちた独自の様式を形成した。ありがとうございます。